の誰かお店に遊びに来てだっけのコーナーです。コーナーかな、ね、もう話することがだいぶ尽きてきたんでね。そうなんですよ。斜め前の声、時田こうです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。時々道玄坂カフェで店長やらせてもらって、時々、ね、ここにほら道玄坂カフェってこういう風な紙になんかこう、あ、これ以上出すと一時停止するとやばいのか、丸見えになっちゃうから、うん、あの2月の予定表がここにあります。とりあえずあのニュースをしていろいろ今決まってることをやってください。あ、わかりました。道玄坂ニュース、道玄坂では道玄坂ニュースのお時間です。皆さんこんにちは。はい、それでは2月の道玄坂カフェの、イベントですね、イベント状況の方をお知らせしていきたいと思います。まず本日2月6日、本日は1日通常となりますが、夕方5時半、24時間表記であった17時30分からですね、21時30分までの4時間を使いまして、通常内で、アニメソングの、カラオケオフが開催されます。こちらどなたでも遊びに来れますので、よろしければ今こちらのニュースをご覧の皆様もお気軽に遊びに来てください。よろしくお願いいたします。はい、それでは、続きまして、明日2月7日日曜日のお知らせです。この日はですね、この日も通常入店でお時間の方は12時から22時までの営業となります。通常営業内でカジュアル喫茶道玄坂という、こちらのですね、企画がございまして、通常道玄坂カフェで、出しているものよりも紅茶とコーヒー、こちらの2つがですね、美味しいものになっております。きちんとコーヒーはコーヒー豆を使ってハンドドリップで、お紅茶の方もあの美味しいお茶葉を、ご用意しておりますので、皆様よろしければこちらもご利用くださいませ。お気軽に遊びに来てください。明日2月7日日曜日は通常入店となります。はい、その後ですね、2月8日月曜日、2月9日火曜日、2月10日水曜日、こちら平日3日間が通常入店で続きます。平日は、お昼の2時14時から、夜の11時、23時までの営業となりますので、開店時間がちょっと遅いですので、お間違いないようご注意くださいませ。はい、2月9日火曜日ですが、火曜日はですね、毎週、貸し切りなどが入らない限りは、こちら、モンハン強化デーとなっておりますので、モンハンクロス、今遊んでらっしゃる方いらっしゃると思うんですけれども、お持ちになって遊びに来ていただけると、他の方たちと一緒にお出かけできて、素材が手に入ったり、クエストがうまく進んだりなどしますので、はい、こちらもよろしければぜひ遊びに来てください。モンハンやってる方、火曜日にですね、道玄坂カフェはおすすめでございます。はい、2月、10日水曜日ですが、こちらの日はですね、通常入店の中でみんなでご飯を食べるオフ会があります。この日は味噌料理ですね、味噌料理、私パイがですね、何かの味噌料理を作りますので、何かの味噌料理です。ご飯はですね、ご自身で白いご飯もしくは、雑穀米など何でも大丈夫なんですけれども、おかずは用意させていただきます。ご飯の方だけちょっとご自身でお持ちいただいて、皆さん集まって、みんなでご飯食べましょうということで、通常入店内で、はい、ご案内しております。ちなみに材料費は、当日集まった人たちで割り勘という形になります。これもですね、特に今のところ定員などございませんので、そうですね、大体15人ぐらいの量でしたら、まあ、いつも余裕持って用意はさせていただいているので、はい、もしよかったら、遊びに来てください。ね、ツイッターなどを、ね、されている方がいらっしゃいましたら、私、PAI アンダーバー120で、パイのアカウントがありますので、ご連絡いただけましたら、このお時間の方とかご案内させていただきますね。ちなみに始まる時間帯は19時から、夜の7時からになります。はい、ミクシーをされている方はミクシーの道玄坂カフェのコミュニティの方で、あ、
失礼いたしました、まだトピックが立っておりませんので、後ほどこちらの方ですね後ほどこちらの料理の、トピックの方は、はい、こちらですね、トピックの方を立てさせていただきます。失礼いたしました。はい、それでは2月11日木曜日、こちらは祝日となります。祝日、こちらの方もですね、これは時田店長すいません、はい、12時から17時の一部の時間帯はどうなりますか、通常でございますか、それとも貸し切りでございますか。はい、一応貸し切りの予定にはなってますね。はい、あ、貸し切り予定で、はい、ちょっとこれ動画後ほど終わったら連絡入れてみましょう。わかりました。確認不足ですね。はい、かしこまりました。はい、それでは大変失礼いたしました。それでは皆様にはですね、2月11日の木曜祝日は、17時以降ですね、17時半からですかね、こちらご案内とさせていただきます。はい、17時半、18時ですね、店長、これ失礼いたしました。18時から、22時までが、通常営業なんですけれども、こちらですね、じゃがいもオフがあります。じゃがいもオフというのは、みんなで集まってなんかじゃがいもに何かこうディップしたりこうトッピングしたりして美味しいじゃがいもを食べようという会になってまして、もう結構過去ですね、何度やってますか、これ4回ぐらいやってますかね。はい、何度かこうこのじゃがいもオフというのは開催されてるんですけれども、いずれもですね、普通のその辺に売ってるじゃがいもとかではなく、きちんと北海道の方から取り寄せた珍しい銘柄の、そうですね、ちょっと有名なところでいうとインカの目覚めですとか、あと個人的にはレッドムーンという見た目がさつまいものような、お芋があるんですけれども、そちらが開くとやっぱりさつまいもみたいに黄色い色をしてるんですが、すごく滑らかで美味しい、でも味は甘くないじゃがいもなんです、まあ、そういった感じの珍しいじゃがいもを、3種類ぐらいご用意しておりまして、そちらをみんなで食べ比べてみようというじゃがいもの会になっておりますので、もしよかったら遊びに来てください。もちろんじゃがいもも当日、じゃがいも分の、料金は割り勘という形で、ただじゃがいもなのですごくお腹いっぱいになりますので、かなりお得なイベントだと思います。じゃがいも、お芋が好きな人はぜひ2月11日18時から22時の間に遊びに来てください。よろしくお願いいたします。はい、おせみます。ではその後、2月12日金曜日ですね、こちらが、18時から貸し切りとなっておりますので、14時から17時の間ですね、3時間、通常入店ですので、まあ、お近くにいらっしゃった際お立ち寄りいただけるとなんとなく面白いことが起こってるかもしれませんので、よかったら遊びに来てください。はい、道玄坂カフェは、レンタルスペース、基本的にいろんなイベントをこのお店を貸し切りしてできますよという場所なので、ぜひ興味がある方いましたら、はい、お店の方にお電話を、これじゃないかお電話をいただけると、店長ないしは店員が優しく、ご説明させていただきますので、よろしくお願いいたします。はい、で2月13日土曜日、こちらは、終日貸し切りとなりますので、通常の入店ができません、ご了承くださいませ。ちなみにアニソンカラオケオフやあとライブなどでもですね、結構使われておりますので、そういったイベントをお考えの方もぜひこの機会にお電話をお願いいたします。はい、2月14日こちらも貸し切りとなっております。恐れ入ります。はい、2月15、16、17、月曜日、火曜日、水曜日ですね、月曜日、火曜日、水曜日というのは道玄坂カフェ、結構通常入店をしていることが多いです。通常営業で、普通にご入店できますので、そうですね、モンハンですとかボードゲーム、カードゲーム、テーブル系のゲームですね、あとは、そうですね、パソコンでの作業ですとか、ちょっと疲れたから休憩してぼーっとして行っていいですかとか、そういうのも全部通常入店でですね、お気軽にご利用できますので、
ぜひお立ち寄りくださいませ。電源などございますので、モンハンをやるときは充電器を持ってきていただくんですけど、電源もあるので、はい、あの携帯の充電もできますので、お気軽にどうぞご利用ください。はい、そうですね、あとはそうですね、はい、2月18、19日木曜日と金曜日ですが、それあります、こちらの方は、18時以降貸し切りとなりますので、通常入店の際はお昼の2時から夕方の5時までとなります、ご了承くださいませ。はい、2月の20日の、土曜日ですね、こちら土曜日は、土曜日の貸し切りなんですけれども、この日はですね、ちょっとイベントとして面白いものが入っているので簡単にご紹介させていただきます。まず、紅茶のオフ会、みんなで紅茶飲みましょうっていうオフ会です。あと、アニソンのカラオケオフ会、これはですね、どちらも同じ幹事さんが1日貸し切って開催させていただくんですけれども、結構いろんなことができますので、1部と2部と分かれて別のイベントをやるっていうことも可能ですので、はい、2月21日日曜日、はい、こちらも、12時から23時までですね、しょうちゃんもそういう終日貸し切りとなっておりますのでご了承ください。はい、ちなみに、この日の12時から17時は、歌吉というですね、アーティストさんとか音楽紹介バラエティの、撮影の番組があります。よかったら、通常ではないです、失礼しました、当日ですね、いきなり来てちょっと見ていってもいいですかっていうのも可能だと思いますので、貸し切りでもあるんですけれども、お気軽に、来られていただけると、もしかしたらちょっと好みのアーティストさんに出会うかもしれません。はい、あとは、夜は、はい、演劇系の貸し切りが入っております。道玄坂カフェはですね、今はこちらの方舞台はないんですけれども、前の方に4畳分の舞台を組むことができますので、簡単なエチュードですとか、そういった演劇、お笑いなどでもご利用いただけます。はい、その後22日月曜日、23日火曜日、こちら月曜日と火曜日は通常営業となっております。23時までの営業です。はい、2月24日水曜日、この日は18時から23時が貸し切りとなります。25日の、木曜日も18時から23時、こちら貸し切りとなりますので、お気をつけくださいませ。また2月の26日、金曜日、この日は、終日14時から23時まで、すみません、失礼いたしました。14時から22時までになります。この日金曜日は14時から22時までの営業となります。通常営業ですが、夜の6時から10時まで、18時から22時の間に、人狼ゲームのオフ会があります。こちらの人狼ゲームのオフ会はですね、幹事というか主催を私が担当させていただいておりまして、もう次でもう25回目ということで、はい、結構長いことやらせていただいてます。人狼というゲームですね、皆様一時期結構流行ったのでご存知の方も多いと思うんですけれども、一つの、クローズドサークルですね、村の中で人狼という存在が紛れ込んでいるので、この人狼をみんなで対峙しましょう。でも誰だかは分かりませんので、話していく中で人狼じゃないかなっていう思う人を当てていきましょうというゲームですね。無事に人狼を退治することができれば村人の勝利で、人狼と同じ数まで村人が減らされてしまった場合は人狼側の勝利という形になります。そういった感じのゲームです。はい、まあ嘘つきゲームという感じなんですけれども、こちらの人狼ゲームはですね、私が主催している中でまあ、モットーというか、個人的にやっぱり初心者さんも楽しめる村にしたい、初心者が気軽に楽しめるゲームをやりたいということで、初めての方ですとか、もう
ちょっとしばらくやってないなという方、ブランクがある方ですね。あとは始めたばっかりの方です。そういった方にもちょっと参加していただきたいなと思ってますので、もし人狼ゲームに興味があるんだけどまだやったことないよとか、ちょっと始めたばっかりであんまり上手じゃないんですけどっていう人も気軽に遊びに来ていただけると大変ありがたいです。結構参加続けて参加してくださってる方もいらっしゃるんですけれども、皆さん気のいい方たちばっかりなので、怖い人狼ゲームにしたくないというのがありまして、和気あいあいとじゃあみんなで楽しもうねっていうことで、2月26日の金曜日の18時から22時の間にやりますので、遊びに来ていただいて声かけて人狼やりたいんですけどって言っていただけると、はい、参加できますのでよろしくお願いいたします。はい、それ今ちょっと長くなりましたが、続きまして2月の27日土曜日ですね、こちらの方が18時から23時の間に貸し切りが入っております。土曜日の営業は12時からとなっておりますので、12時から17時までの5時間は通常入店で、現在こちら遊びに来ることができますので、もしよろしければ皆さんゲームなどですねお持ちになって遊びに来てください。よろしくお願いします。はい、では、次2月28日日曜日、はい、こちらですが、12時から17時までが通常入店ですね。はい、で18時から23時は今のところこちらは貸し切りのご予約が入っておりますので、お気をつけください。もしご利用の際はですね、道玄坂カフェの方に1本お電話をいただけますと、お席などのご予約もできますので確実となります。はい、できればご一報お願いいたします。はい、今年はですね、ウルウ年です。皆さん2月29日がございます。2月29日の月曜日、こちらは、14時からの営業となりますが、月曜日18時から23時こちら貸し切りが入っておりますので申し訳ございません。せっかくのウルウ年ですけれども、14時から17時までの、はい、通常入店となりますのでご了承くださいませ。今年1年1日多いんですね。366日ですね。すごいですね。なんか久しぶり、久しぶりってそれはそうですよね。4年ぶりですからね。はい、というわけでですね、2月、の 6日本日ですね、本日から29日までのご案内させていただきました。お疲れ様です。ありがとうございます。じゃあパイ 120% 誰かお店に来てよ。2月の告知編ということでよろしいですか。はい、2月の告知編、イベント紹介編ですね。はい、はい、これなんか切りがちょうどいいんで一回終わりにしましょう。お、はい、かしこまりました。皆様お付き合いありがとうございます。ひょっとしたらまた再生するよ。そうですね、もしかしたらまたおいっぱいはい、ありがとうございました。